皆さんこんにちは。今回はレベルアップ間違い探しです。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。制限時間は問題の前にお伝えしますね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。クレープのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、ここのパセリがなくなっていました。2つ目は、チーズが増えていましたよ。さあ、これから少しずつレベルアップしていきますよ。準備はいいですか。2問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。夫婦のイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、男性の帽子のラインが消えていました。2つ目は、女性の足の角度が変わっていましたよ。見つけることができましたか？それでは次に行きましょう。それでは3問目です。レベルアップします。3箇所の間違いを60秒で探してください。デリバリーのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、バイクのミラーが短くなっていました。2つ目は、ここが変わっていましたね。そして3つ目は、デリバリーボックスが小さくなっていましたよ。コロナの影響もあり、デリバリーサービスも充実してきましたね。利用率もぐんと上がったようですよ。4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。塾講師のイラストです。どこが違うでしょうか。
終了です。答え合わせです。まず一つ目は、男性の洋服のポケットが消えていました。二つ目は、黄色いマグネットの位置が変わっていましたね。そして三つ目は、ホワイトボードのここの足が短くなっていました。これは難しくありませんでしたか？さあ次からいよいよ4箇所の間違いです。準備はいいですか？それでは5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。時間内に見つけることができるでしょうか？夫婦でハイキングのイラストです。どこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、矢印の方向が反対になっていました。これでは道を間違えてしまいますね。二つ目は、女性のリュックのポケットが小さくなっていました。三つ目は、男性が食べているおにぎりの海苔が小さくなっていましたよ。そして四つ目は、木の枝が反対になっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。集中することで脳も活性化しますね。最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。お墓掃除のイラストです。さあどこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、男の子の靴の色が緑色に変わっていました。二つ目は、ほうきの赤いラインが一つなくなっていました。三つ目は、この草の位置が変わっていましたね。そして四つ目は、お墓にかけられたここの水の量が増えていました。今月のお彼岸は3月17日から23日でしたね。ご先祖様を供養する大切な期間とされています。お墓参りに行けない人はご先祖様を思い手を合わせるだけでもいいそうですよ。それでは最後におまけ問題を出題します。おまけのイラストには間違い箇所が2箇所ありますので、
20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。